では、新型フィット EHEV の試乗をしてみたいと思います。カードを確認しました。はい、はい、フィット新型の、EHEV なんですけど、ちょっと前に故郷の鹿児島の方でも、一般道は乗ってるんですけど、今日はちょっと高速道路行ってみたいと思います。桜が綺麗ですね、ちょうど、市立病院ですけどね。じゃあ高速入ります。この先合流車両に注意してください。今この速度域では EV ですね、エンジンもかかってませんし、静かに走れてます。じゃあ40終わったら行きますよ。ドン。やっぱり気持ちいい加速ですね。はい、で、今パワーフローにしてるんですけど、まあ90キロぐらいですけど EV ですね。ほうモーターだけで走ってます。速度制限出てないみたいなんで100まで OK なんですけど、ちょっとレーンチェンジしてみますかね。スイスイですね。エンジンになりましたね。そうそう、これ3モードパワートレインとかね言って、ちょっと前は CM してましたけど、低線とかでね、高速域はエンジン直結になるんですよね。今エンジン直結です。モーターからエンジンに切り替わるところも全然わかんないですよね。スムーズに移行するって。左側がちょっと車多いな。いや、コンパクトカーにこんなパワーいるのかっていうぐらいよく走りますね。広域情報です。大阪方向へ走行中の方へのお知らせです。名神高速入りますね。
で、ACC と LK ス試してみます。まず ACC 80キロにセットしました。あ、もうちょっといただけますかね。はい、90キロにセットしました。で、LK スも入れて、今アクセルから足離してます。はい、前車に近づいたので、あ、減速しましたね。ちゃんと車間を取ってます。はいはい、うん、で、LK スも入れたんで、ちょっと軽く、うん、はい、ちゃんと自分でステアリング切ってます。あの、緩いね、緩い右なんで分かりにくいかもしれませんけど、車が自分で、ステアリングを切ってます。あ、素晴らしいですね。はい、もう本当に軽く握ってて、あの、僕、あの、ステアリングを切る操作してないですけど、お、このね、緩い右カーブをじんわり車がちゃんとステアリングを切って走ってます。で、90キロ設定なんで、今90キロジャストで車間を取りながら走ってます。あー、握ってください。ごめんなさい、はい、うん、ホンダセンシングも素晴らしいですね。あ、ここから50になりました。はい、出まーすあっという間ですね。いやもっと走りたいけどやっぱりこのパワーユニットはすごいです。割と高速ね、80ぐらいまではいいね、モーターだけで走るんですね。で、それ以上になるとエンジンと直結になるんですけど、その切り替わりどころも全く分かんないですし、スムーズに移行しますね。素晴らしいです、やっぱりでも、まあ、あの、さっきも言ったんですけどね、まあ、フィットって、まあ、コンパクトカーのカテゴリーですよね。走りすぎますね、これはっきり言ってこんなに走っていいんですかいうぐらいよく走ります、うん。はい、今一般道を流してます。まあ、50、まあ、60近いところですけど、うん、やっぱり静かですね。静粛性もだいぶ煮詰めてきたんでしょうね。本当に静かです。で、今ね、エネルギーフローを見ると、モーターだけですね。今モーターだけで走ってます。で、スタートするときにトリップ B を0リセットしたので、後で燃費を見てみたいと思います。あ、今見ましょうかね。よいしょ、 30.8、 平均燃費 30.8。 あ、まあ高速でしたからね、うん、すごいな。平均燃費どんどん伸びますね。やっぱり今モーターだけで走ってるので、今 31.5、 うん、すごいすごい。で、また ACC 入れてみますね。ここは60まで OK なので60にセットしますけど、はい、60にセットして、今アクセルから足離しましたが、前車がゆっくり走ってるので、ちゃんと追従してます。はい、今 ACC です。アクセルから足離してます。ね、VR だと足見えるかな、足元、足離してます、
と車間を取りつつ、すごいすごい未来ですね。はい、解除します。で、いつものガタガタいきますね。1.3 ガソリンと同様に、突き上げる感じもなくうまく吸収してるんじゃないですかね。また ACC 試してみますかね。次の交差点から先が確か50キロなので50にセットしますね。はい、50にセットしました。でアクセルから足離しました。で今は当然前がね詰まってゆっくりなんで減速してます。自然なフィーリングで止まりますね。あーすごいすごい。で、この間ガソリンエンジン編集した時に取説をネットで見まして、で再スタートなんですけど、アクセルを踏むも当然あるんですけど、このスイッチでもいいみたいですね。スイッチのプラスかマイナスでも再スタートするみたいなんで、そこ試したいと思います。はい、前が出だしましたんでますよ。あー本当だ、スイッチで出ましたね。あーごめんね、譲ってあげてよかったかな。ははは、なるほど、再スタートもアクセルはいらないんだ。もうずっと、アクセルブレーキからは足は離しっぱなしです。で前車がいなくなると加速するかな。ああちょっと速度上げました。これは楽ちんだ。ああうまく減速しますね。すごい自然なフィーリングです本当に。なんか今回からそのカメラがなんかより良いやつに変わったらしいですね。なんかモービルアイとかっていうところのカメラになって、よりなんか精度が上がったんだそうです。はい、コメント欄でいただいた受け売りですけどすいません。で50まで加速すると、はい、綺麗にキープしますね。50キロキープで今走ってます。あと速度超過することもないですよね、これセットしといたらね。やっぱりよくできた車です。はい、フィットは本当 PHEV もガソリンもどちらもおすすめですね。はい。